かわいそう。はい、どうもー、いつたまりもんのです。お願いします。お願いします。毎日頑張っていきましょうという。頑張っていきましょう。まあ、みんな知ってる、うん、スタバのキャラメルマキアートをですね、こちら、プリンミックス、うん、だね、こうプリンがその作れる、もう全てのものが入ってる。これにお湯を足したらプリンができる。そう、だからスタバの飲み物を、プリンにするっていうのです、はい、まずこれを温めて、そうね、溶かして、その後にさらに加えて、そうそう、混ぜて冷やしてプリンになります。まず、この粉をね、ボウルに出します。熱がないと多分溶けないから、そうこいつを熱すればこのプリンの粉みたいなやつが全部溶けますよってこと。そういうことですね。この箸危ねえのか。その箸今危ねえ。そしてここでね、うん、ここ一番大切な作業。めっちゃ怖いの。いくよ、うん、お、いいじゃん、いいじゃん。だあったかいね。あったかい、まあもちろんね、うん、あったかい、ね、じゃあこれ今から冷やします。はい、見て、これからキャラ…か…言わなくていいよ、大丈夫、キャラメルね、伝わるよ、伝わんねえ。伝わってます、ほら。こういうさ、プリンあるよね、美味しいやつ。すごい、これもう、これがスタバの飲み物が全部そのままプリンになってます。だから、世界一おしゃれなプリンですよね。スタバの飲み物を作ったプリンだからさ、甘さこれかけなくても相当甘いと思う。甘いね。見て見て、これすごくない、これ完璧だよ。うん、これ美味しいです。あ、本当に美味しいです。コーヒー強い。コーヒー強いね。コーヒーできます。しっかりしてるね。うん、うん、甘すぎ、簡単には。こういうの大好きだろ、俺。な、これだけでいけるわ。な、チョコレート大好きだもんな。やべ、スタバってでも高いって聞くじゃないですか。うん、あれって場所代も入ってるらしいんで、400円ぐらいしてさ、コーヒー高いと思うけど、あそこにずっといていいですよっていう権利が与えられるってことで、あの値段だから、あそこでプリン作ってください。いや、冷やしたりできねえじゃん。そのお金を払ってるんだよ、きっと。いや、冷やしたりできないじゃん。いや、美味しい。でもめっちゃ食ってね。そんなことない。もともとこんなもんだったっけ。うん、そう。なんか嘘つけ。じゃあ、次俺の番ね。はい、以上、今日のミサワロンドは、スタバのなんかキャラメルマキアートをそのままプリンにしてみました。はい、めちゃくちゃ美味しいです。これは本当におすすめだし、てか、これすごいね。これは何でもプリンになるから、モンスターとかプリンにしたら。はい、以上、今日のミサワロンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日。ありがとうございました。もう映るの？いける？下でちゃんと転がして。なるほどね。